皆さんこんにちは、岡田克也です。広島県の河井夫妻、衆議院と参議院議員ですが、その買収疑惑についての、裁判が始まりました。事実関係としては、約100名の地方議員や後援会の関係者に2900万円を配ったということで、ここについてはあまり争いはないようです。したがって問題はこの2900万円の性格で、河井議員が主張するように、これは同じ時期にあった統一地方選挙の陣中見舞いとか当選祝いということで説明しきれるのか、それともやはり買収なのか、私は領収書を取っていない、そういったことから考えると、やはり買収というふうに言わざるを得ないのではないかと思います。ぜひともここのお金の性格が最大の争点です。しかし他にもいろいろ問題はあります。気になるところはあります。なぜ100名もの人がこれを受け取ったのかと、非常に不思議です。危ないお金だということは分かっていたはずです。これから証人としてそれぞれ陳述されますので、それを注意深く見たいというふうに思います。もう一つは、その受け取った100名が全く起訴されていないというのも異例です。受け取った方も同様に罪に問われる、そういったことが今までの普通だったというふうに思います。で、最後にお金の流れで、1.5 億円のお金が河井さんの政党支部に行っていると、これは、今回の事件との関係も明確ではありません。ただちょっと私首がしているのは、表のお金として政党支部に行ったということが言われてますが、普通はこういった特別のお金、他の議員と比べて優遇されているわけですから、まず幹事長に行って、そして幹事長から政党支部に行く。で、ここのところはブラックスボックス化されて収支報告書に出てこないというのが、従来のやり方ですから、なぜそういうやり方をしなかったのかというのも気になるところです。